宗教、万象堂、畜草デンより、総形志元法6年4月11日は、中国北宗の三文化。字は、古方。送り縄文帝。賢章軍、南豊か県の出身。東宗八大化の一人。12歳の時に、六論を書いたという。1057年に、王陽治が主催する家居の試験に、祖職、祖鉄の兄弟と共に合格し、 以後の文風を一新させたことで有名。太平州司法三軍となり、中央に入って、変更士官書籍、感覚交換、集権交理、英僧実録検討官となる。地方に再度出て、越州、通州の通番、青州、上州、公州、福州、明州、白州などの地州を歴任し、よく民生に心を持ち、地席を挙げた。 青州の地州をやめるときには、民衆がこれを惜しんで橋を壊し門を閉ざして、さらせまいとしたので、夜に乗じて、かろうじて去ることができたと言われる。ついで半三パー人となったときに、国家の財政が近年になって膨張したことを憂いて、上層し、経費削減の必要を説いた。人層は、この意見を可能し、五朝の実績は、総教に判断させるのが良いと言い、し官。 おさむせ人に任命した。1082年に中所と二りとなり、翌1083年4月に没する。桃園の隕石関係にある王安石とは、1041年頃に直接知り合い、以後、修正したし交友が続いた。ただ、弟の日布は、新法党の有力な一員であったが、総教自身は新法に対して批判的だった。安石に直接、 根節な手紙を送りその反省を流したこともある。地味な人柄も手伝って、寛解ではあまり出世できず、その散文も、華麗さには、欠けるが、堅実な議論の展開が特徴で、真の霧状派の古文化のようは、双方は、よくその単とするところを避けて犯さずと評している。闘争八大化の一人で、除罰や雑記の類で優れているものが多く、 古代の転石の整理交換に従事した時代の作、戦国作目録の序が有名。四文集に、原宝類藁五十巻、俗原宝類藁四十巻、流兵集三十巻がある。古転石の工程、保存にも尽力し、現存する戦国作三十三篇本のテクストは宗教が最工程を施したものである。闘争八大化の中では、最も地味な文章を書くとされている。 特に書籍海体の文章には定評があり、同額の影響が強い。後世では、信代の霧状派に高く評価された。信代では、理論的で派手でない文章が好まれたためであると考えられる。代表作には、戦国作目録の序、牧地の木、王陽と舎襟に宿り行きする書がある。流教、戦国作三つ根石茂役、平凡社、東洋文庫、 1967年3月290から293ページ。ISBN45 億8280万866。年12、試作録論、演出、しかも性、自陣意。ありがとうございます。